たして今日日本シリーズ進出チームが決まるのでしょうか。マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対読売ジャイアンツ、クライマックスシリーズファイナルステージ第5戦の模様をお送りいたします。カープの先発は左のジョンソン、対するジャイアンツの先発は左の田口、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。まずは1回の表、トップバッターはヨウ。第9球投げました、見送ってストライク。1球目ストライクから第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、打ちました、セカンドゴロ正面。菊池ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番長野。第9球見送ってストライク。さあ次の投球、投げた、高め、ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、打った、破った、ボールは中継。長野いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第1球投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、ボール、カウントはワンボールツーストライクです。ファーストランナーをちらっと見て流し打ち、エルドレッドバックしていった、ヒット、一塁ランナー一気に三塁へ。坂本ナイスバッティングです。ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。第9球ランナースタートを切った、ボールを二塁へ送った、判定はアウト、刺されました。第2球投げた、外れた、ボール、カウントはツーボールのストライク。投げました、真ん中見逃してストライク。さあ4球目打った、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。得点圏にランナーを送りましたが先制点を挙げられませんでした。ジャイアンツ初回は0点に終わっています。1回の裏、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは田中。第9球投げました、打ちました、これはキャッチャー間に合いません、ファウルボール。投げました、内角高め見送ってストライク。第3球は低め、外れてボール、カウントワンボールツーストライク。投げました、高めボール球打った、フラフラっと上がった打球掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは恋のユーティリティ阿部。投げました、見送ってボール。第2球投げた、打ちました、マギ交代、ヒットになります。阿部いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第9球投げた、初球から打ってった、取りました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9球ランナー走った、投球ストライク、キャッチャー2塁へ送球、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。1回が終了しまして、ジャイアンツ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは村田。第9球投げた、カットボールはストライク、まずは見送りました。第2球投げた、外角球空振り、投球はこれから3球目、危ない球。第4球を投げた、アウトローの直球はボール、カウントは2ボール2ストライク。投げました、変化球、空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。バッターは不屈の男阿部。第9球投げました、初球決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが掴みました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番石川。第9球投げました、初球見送ってストライク、まずは見送りました。初球ストライクから
投げました。アウトコース低め空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げた。打った。ボールはライナーで左中間へ。ヒット。石川ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。背番号22。第1球インコース低めいっぱいストライク。第2球打った。ライナーボールは中継。小林いいバッティングを見せました。ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。投げた。バッターの足元セカンドランナーチラッと見た。投げた。ボール。バッターよく見ました。カウントはツーボールノーストライク。第3球を投げた。3球目空振り。投球これから4球目。打ちました。あっと引っ掛けた。セカンドの頭上取ってアウト。スリーアウトチェンジ。2塁までランナーを進めましたが先制点には至りません。2回の表が終わって0対0ジャイアンツ。2回の裏これからカープの攻撃に入ります。バッター頼れる助っ人エルドレッド。投げた。完全に外れた。ボール。1球外します。投球これから2球目。見送ってストライク。第3球を投げました。打ちました。痛烈。入れば先制だ。打球はそのまま入った。入った。ホームラン。先制ホームラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。変化球を完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。バッターは恐怖の核弾頭丸。背番号9。第1球投げました。初球スライダー空振り。少し迷ったか。第2球スクリューはボール。カウントワンボールワンストライク。第3球はボール。ツーボールワンストライク。バッティングカウント。第4球を投げました。打ちました。ライトへ行った。これはヒットになります。丸ナイスバッティングです。右バッターボックスは6番菊池。第1球投げました。アウトロースクリュー外れてボール。第2球丸スタート。ストライクになった。盗塁を許します。ランナーを2塁に進められてしまいました。第3球を投げました。危ない球。第4球を投げた。バントしました。ピッチャーの左へ転がした。アウト。ランナー3塁に進みました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。第1球決まってストライク。第2球投げた。ボール。これは完全なボール球。カウントワンボールワンストライク。打ちました。内野ゴロ。坂本取った。カープさらに1点追加。2対0。第1球投げた。インコース低め外れてボール。膝元外れます。投げた。決まった。ストライク。第3球を投げた。低めストライク。伸びのあるストレート投げました。外角低め空振り三振。最後は伸びのあるストレート。2回の裏が終わりまして2対0ジャイアンツ先制点を奪われています。ジャイアンツこの回1番からの好打順になります。先頭バッターはヨウ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球投げました。危ない球。第2球投げました。アウトコース低めボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました。3球目空振り。タイミング合いません。第4球を投げました。打った。痛烈な当たり。レフト下がった。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番長野。これが2度目のバッターボックス。第1球投げた。
初球ナックルカーブ空振り、初球空振りから投げた、このボールも空振り、第3球一つ外してボール、カウントワンボールツーストライク、投げた、打った、センターへ飛んだ、ヒット、ちょうどいいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。第9投げた、変化球ストライク、アウトローへ、まずは見送りました。第2球投げた、2球目ストライク。第3球はアウトロー際どい球、ボール、カウント1ボール2ストライク、ボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、低めのボール引っ掛けた、阿部ボールを取る、2塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、3アウトチェンジ。3回の表が終わって2対0、カープ2点リードは変わりません。カープこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャージョンソン、投げました、危ない球、投球これから2球目、スライダーボール、カウントは2ボールノーストライクです。投げました、打ちました、レフトへ行った、ヒット、ボールは中継、ジョンソンナイスバッティングです。打順は1番に帰って田中、第1打席はショートフライに倒れています。低めスライダーは外れてボール、大きく外れました。第2球投げました、ここは送りバント、ファール。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、行ったか、どうだ、入るか、ワンバウンドヒットになった、ボールは中継、田中いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。バッターは2番阿部、今日2度目のバッターボックス、投げた、打ちました、初球打ち、バックホーム体勢の間、アウト、これでワンアウト、ランナーは2塁3塁変わりません。第1球初球を打ちました、ボールはライナーで左中間へ、ヒットになります、打球が転がっている、ボールは中継、カープ2点入りました、4対0、鈴木タイムリーツーベース、ジャイアンツなおもピンチが続きます。先ほどホームランを放ったエルドレッド、第9投げた、打ちました、第2球打った、ライト落下点、長野取りました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。今日は安打を放っていますバッターの丸、第9投げた、初球打った、レフトへ飛んだ、掴んでこれで3アウトになります。最後はいい守りを見せてくれました。3回の裏が終わりまして4対0、田口この回さらに2点を失いました。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターはマギー、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球はストライク、まずは見送りました。第2球投げた、ストレートはストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げた、スクリュー、空振り三振、マギー全くタイミングが合いません。第9投げました、低め外角ストライク、タイミング合いません。第2球投げました、打ちました、菊池掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは不屈の男阿部、第1打席はライトフライに倒れています。第9、1球目ストレート空振り、さあ次の投球投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球低め際どい、ボール、カウントは2ボール1ストライク。さあ4球目、これは引っ掛けた、ライト前進、取ってこれで3アウトチェンジ。ジャイアンツ結局この回3人で攻撃が終わっています。4回の表が終わって4対0、カープ4点リードは変わります。
4回の裏、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは菊池。第9球投げました。初球から打ってった。レフト前に出る。ヒット。菊池いいバッティングを見せました。バッターは7番野間。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。二塁送球はどうだ。これは楽々セーフ。盗塁を許します。直球ストライク。インローへ。伸びのあるストレート。投球はこれから3球目。ストレートはボール。アウトコース高め。カウント1ボール2ストライク。投げました。ボール。カウント2ボール2ストライクです。第5球投げた。打った。打球はセンターへ。これはヒットになります。二塁ランナーそのままホームへ向かった。ホームイン。カープ1点入りました。5対0。ジャイアンツピッチャーを変えてきました。田口降板。マウンド上ピッチャーは投げるサイレント系西村。今日2人目のピッチャーとして登板です。第9投げた。ボール。第2球決まってストライク。第3球は外角低め。ボール。これはわずかに外れています。カウンター2ボール1ストライクです。アウトロー空振り。少し迷ったか。第5球投げた。危ない球。次が6球目。147キロ直球。空振り三振。バッターはピッチャージョンソン。第9球危ない球。投げた。ボール。外角高め。カウントは2ボールノーストライク。投げた。3球目ストライク。次は4球目。見送ってストライク。投球これから5球目。ストレートはボール。カウントは3ボール2ストライク。二塁牽制。二塁タッチはセーフ。投げました。アウトコース高め見送ってフォアボール。打順はトップに帰って田中。今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。まずは二塁牽制。二塁タッチセーフ。第9投げました。フォークボール見送ってストライク。1球目ストライクから打った。ファールボール。追い込んでから投げました。ボール。カウントは1ボール2ストライクです。セカンド牽制球です。タッチはセーフ。2塁はセーフ。第4球を投げました。三振。バッターは2番阿部。これが3度目のバッターボックス。第9球初球空振り。タイミング合いません。第2球投げました。ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた。いいハイ。空振り。タイミング合いません。第4球を投げた。146キロ直球。空振り三振。4回の裏が終わりまして5対0カープリードを5点としています。5回の表5点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃。トップバッターは石川。投げた。ストライク。投球これから2球目。打ちました。エルドレッド下がっていった。ヒット。ボールは中継。石川ナイスバッティングです。バッターは8番小林。第9ストライク。初球ストライクから2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球打った。流し打ち。ファール。次は4球目。投げた。危ない球。第5球投げた。外れた。ボール。平行カウント。さあ6球目投げました。ストレート。空振り三振。バッターはピッチャー西村。第9投げました。見送ってボール。第2球投げました。ナックルカーブ見送ってボール。カウントは2ボール。投球は3球目投げました。ここは送ってきました。ファールボール。第4球を投げました。ここで送ってきました。ピッチャー正面に転がった。アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。ツーアウトランナー2塁に変わります。第9球初球スクリューは空振り。第2球投げた。これも空振り。少し迷ったか。追い込んで第3球をボール。カウント1ボール2ストライク。
次が4球目。投げた、完全に外れた、ボール。カウントは2ボール2ストライク。さあ投球は5球目。三振、ジョンソン。左腕がうなります。5回の表が終わって5対0、カープ5点リードは変わりません。カープこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは鈴木、今日2打点を挙げています。投球これから2球目。低めストライク。投球はこれから3球目。打ちました。次が4球目。投げた、ボール。カウントは2ボール2ストライク。ボール。カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げた、空振り三振、バットアウト。三者連続三振。バッター頼れる助っ人エルドレッド。第9投げた、外れた、ボール。投げました、見送ってボール。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げました、アウトコース高め、外れてボール。完全なボール球。カウントは3ボール。投げました、4球目並びタイミング合いません。さあ5球目、インコース高め、ストライク。第6球を投げました、結局外れてフォアボール。バッター恐怖の核弾頭丸。第9ストライク、タイミング合いません。第2球投げました、打ちました、ライトフライ、飛距離は出ていた、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9低めいっぱいストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、ボール。これは完全なボール球。カウントは3ボール1ストライク。次は5球目、決まった、ストライク。一塁へ牽制球を送ります。投球はこれから6球目。流し打ち、どうだ、ライトの右、ファール。第7球をランナースタート、流し打ち。ピッチャーに多く球数を投げさせています。投球これから8球目、ストレート、外れた、フォアボール。この回2人目のフォアボールです。ジャイアンツピッチャーを交代します。西村降板、右の沢村、今日3番手としてマウンドに上がります。さあこのピンチで迎えるバッターは野間、今日2打点を挙げています。1球目ストライクから。第2球打ちました、ピッチャー返し、坂本自分でベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ、2者残塁。5回までが終了しまして5対0、カープ無得点で終了です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは長野。第9投げた、打ちました、初球打ち、ファウルボール。第2球投げた、変化球ストライク、低め。投球は3球目、投げました、内角低め、直球は外れてボール。カウント1ボール2ストライク。投げました、外角高め、外れてボール。カウントは2ボール2ストライク。投げました、空振り三振。最後は146キロストレート。第9球打った、流し打ち、ファースト掴みました。これで2アウト、ランナーありません。第9投げました、初球打ちました、ショートバウンド取った。ここはうまい守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ三者凡退に倒れました。6回の表が終わって5対0、カープ5点リードは変わりません。6回の裏、これからカープの攻撃に入ります。バッターはバントの名手石原。ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。第2球投げました、見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、ボール。外角低め、カウントは1ボール2ストライクです。打ちました、ライナーだ、あっと弾いた、
石原いいバッティングを見せました。バッターはピッチャージョンソン。第9球ボール。さあ次の投球、外際どいボール、カウントは2ボールノーストライクです。投げた、林道ギリギリいっぱい、ストライク。さあ4球目、4球目ストライク。さあ5球目、打った、これはライトフライになった、ライト掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げた、危ない球。第2球投げた、ボール、低め、カウントは2ボール。第3球を投げた、おっとデッドボール、これはデッドボール。第1球完全に外れた、ボール、1球外してきました。第2球投げました、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げました、決まってストライク。投げました、打ちました、ライトへ飛んだ、ヒット。阿部ナイスバッティングです。ジャイアンツなおもピンチが続きます。さあここは守りどころです。ジャイアンツここは中間守備を取りました。投げました、ボール、いいところですが外れています。第2球投げました、ストライク。第3球を投げた、速球ストライク、インローへ、少し迷ったか。次は4球目、膝元、ボール、カウントは2ボール2ストライク。次は5球目、投げた、打った、打球はレフトへ、ヒットになります。ホームイン、カープ1点入りました、6対0。さあワンアウト満塁という場面でエルドレッド、今日はホームランを打っています。投げた、内角低め見送ってストライク、まずは決めてきました。初球ストライクから打った、センター前に出る、取った、三塁ランナーはタッチアップ。エルドレッドセンターへの犠牲フライ、カープさらに1点追加、7対0。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。第9球投げた、ツーシームはボール、まずはインロー、わずかに外れました。第2球投げた、バッターの足元。第3球を投げました、直球見送ってストライク。次が4球目、打ちました、これはいい当たり、ピッチャー返し、抜けた、丸、いいバッティングを見せました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。第1球投げました、初球を打った、サード左へのゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。6回までが終了しまして7対0、カープリードを7点としています。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは村田、今日は三振とセカンドゴロ。ボール、第2球投げました、危ない球。投球はこれから3球目、ナックルカーブ見送ってストライク。第4球は打ちました、菊池ボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、不屈の男阿部。第9球投げました、ストライク、タイミング合いません。第2球投げました、これもしかし空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、高め、ボール球打った、フラフラっと上がった打球はセカンドフライ、二塁キャンパス手前、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。第9球投げた、ボール。投げた、危ない球。第3球を投げた、打ったいい当たりだ、センターへの打球、センター取りました、これでスリーアウト。満員のマツダスタジアム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、カープラッキーセブンの攻撃、この回のトップバッターは野間、ツーシーム見送ってストライク。第2球投げた、ツーシームはボール、カウントはワンボールワンストライクです。
投げました。スライダーボール。完全なボール球。カウントは2ボール1ストライク。危ない球。第5球。投げました。5球目ストライク。投球はこれから6球目。内角低めいっぱい。見逃し三振。第1球。危ない球。第2球投げました。危ない球。第3球を投げました。決まった。ストライク。第4球を投げました。スライダーボール。アウトローへ。カウントは3ボール1ストライクです。投げた。外れてフォアボール。ジャイアンツピッチャー交代です。沢村降板。ルーキーの池田、今日4人目のピッチャーとして登板です。第9投げた。ボール。ファーストランナーをちらっと見て、ボール。はっきりしたボール球。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を3球目ストライク。第4球は外側決まってストライク。一塁牽制。一塁タッチセーフ。第5球投げた。インコース高め。空振り三振。バッターはトップに帰って田中、今日早くも5回目のバッターボックスを迎えます。投げた。決まった。ストライク。第2球ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球はインコース高め。ボール。カウントは2ボール1ストライクです。第4球を投げた。ボール。アウトコース低め。はっきりしたボール球。カウントは3ボール1ストライク。タッチはセーフ。第5球投げました。アウトコース低めストライク。さあ6球目。ランナースタートを切った。打った。ボールはレフトに飛んでいきます。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー石原残塁に終わりました。7回までが終了しまして7対0カープ。さあここは守備を変えてくるようです。8回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは小林。第9投げました。初球空振り。タイミング合いません。第2球投げました。外角ギリギリいっぱい。ストライク。追い込んでから第3球を投げました。危ない球。第4球を投げました。外角高め。空振り三振。先頭バッター三振に倒れました。バッターは覚醒した男中井。中井背番号61。第9危ない球。第2球投げた。危ない球。投球は3球目。投げた。カットボール空振り。第4球を投げた。完全に外れた。ボール。これは完全なボール球。カウントは3ボール1ストライク。中井選んでフォアボール。打順は1番に帰って両。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第9投げた。カットボールはストライク。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げた。外のボール球打った。ショートを掴みました。これでツーアウト。ランナーは一塁変わりません。第9投げました。アウトサイドストライク。第2球投げました。スクリューはボール。低め。ここはよく選びました。カウントはワンボールワンストライクです。危ない球。第4球を投げました。打った。ピッチャー返し。抜けた。ボールは中継。長野ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。さあチャンスをものにできるか。第9外角スクリュー外れてボール。第2球投げました。あっと引っ掛けた。ファール。第3球を投げました。打ちました。ライナーヒット。中井一気にホームへ。二塁ランナーホームイン。ジャイアンツようやく1点を返しました。ジャイアンツやりました。ここから反撃が始まります。
ジョンソン降板。マウンドに上がったのは中田。今日2番手としてマウンドに上がります。ツーアウトランナー1塁3塁となりまして、マギ第9投げたボール、第2球変化球ストライク、インローへ。少し迷ったか。投球はこれから3球目、打ちました。セカンド左、2塁アウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって7対1、ジャイアンツようやく1点を返しています。ジャイアンツピッチャーを変えてきました。池田降板。マウンドに上がったのは頼れる助っ人マシソン。今日5番手としてマウンドに上がります。カー、この回は2番からの好打順。バッターは恋のユーティリティ、阿部。今日はここまで4打数2安打1三振。第2球投げた、ストレート見送ってストライク。第3球を投げた、決まってストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、インコース引っ張った、これはヒットになります。ボールが転がる、ボールは中継、阿部ツーベース。さあバッテリー、ここは踏ん張りどころ。第9、インローで送ってストライク。まずは入れてきました。1球目ストライクからボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、ツーシーマーストライク。第4球を投げました、スライダー、空振り三振。高めの変化球でスイングアウトを取りました。第9投げました、初球空振り、タイミング合いません。セカンド牽制、二塁タッチセーフ。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、内角へストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、打った、痛烈な当たり、ようつかみました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。ここまで2安打の丸。第9投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、決まってストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。追い込んで投げた、外れた、ボール、カウントワンボールツーストライク。次が4球目、投げた、打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んでいきます。掴んでこれでスリーアウトになります。マスト、やりました。ジャイアンツこのまま勢いをつけたいところ。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは村田。第9投げた、見送ってストライク。第2球投げました、打った、右中間へ持っていきましたがヒット。ボールが点々と転がっている。村田、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。代打は岡本に代わりまして、岡本背番号3。第9投げました、危ない球。第2球打ちました、セカンド右へのライナー。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9流し打ち、どうだ、アルボー。第2球インサイドストライク。投球は3球目、見送ってボール、カウントはワンボールツーストライクです。投げました、146キロ直球、空振り三振。バッターは8番小林。今日はここまで3打数1安打2三振。第9投げました、見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げました、打った、セカンドライナー、ゲームセット、試合終了。カープ見事クライマックスシリーズファイナルステージを制しました。歓喜の瞬間です。ついにカープがやりました。ペナントレースを制した強さを証明しました。ここ地元広島で最高の瞬間を迎えました。全ての人の思いを胸に戦ってきたカープです。今日は願いがこのマツダスタジアムで結実しました。拍手と喝采の中、選手たちがファンの声援に応えています。見事クライマックスシリーズを制したカープ、日本一に向け次のステージに挑みます。
大会を制したカープ、数々の素晴らしい采配でチームを勝利に導きました。お伝えしてまいりましたクライマックスシリーズファイナルステージ優勝決定戦は、カープ見事シリーズを制覇しました。次はいよいよ日本シリーズということになります。実況担当は堂前秀夫で、マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしました。